皆さんこんにちは、小野健テニス相談所の小野健です。今回はですね、 US オープンの会場をご紹介しようかなと思います。 US オープン自体は2回目で、去年バブルの US オープンに参加したことはあったんですが、今年観客フル動員の US オープンは初めてでした。日本の大会との違いや、コロナ後初の観客フル動員のグランドスラムの様子を楽しんでいただけたらなと思います。小野健テニス相談所では皆様からのご質問、相談、リクエスト等を YouTube のコメント欄や Twitter のダイレクトメッセージ等で募集しております。よろしければチャンネル登録、それから Twitter のフォローよろしくお願いします。それでは早速いきましょう。どうぞ。やりました、ウエストオープン会場です。僕はこのアーサー氏の格言が結構好きです。コートに向かいます。で、こちらが練習場です。ここは一般の皆さんが通るゲートです。人が多いですね。平日ですが、すごい。ここは当日券かな。ここがインドアコートになります。インドアコートのラウンジです。去年はうちは普通に練習コートだったんですけど、ね、こんな感じでラウンジになってます。練習が終わったのでインドアから戻ってます。こんな感じですね。すごい人だ。去年とは大違い。去年はやっぱり無観客だったんで、もう賑わってます。ユースオープン会場。こっちはポロ。ウイルスもありますね。これがルイ・アームストロングスタジアムですね。こっちが。なんか今回お客さんは陰性証明書とかワクチンの証明書があれば、なんか入れるみたいなんですけど、結構それを偽造できそうな感じのことを言ってました。なんか手書きでも OK みたいな。みんなマスクしてないですね。9割ぐらいの人がマスクしてないんじゃないですか。お疲れ様です。ウォームアップエリアとストリングのコーナーです。ストリングポケットされていきます。ここはアサーシュスタジアムの2階にあるジムで、大体みんなアサーシュ付近である人は、試合がある人は学んでトレーニングしてます。選手とかが使ってたり、あとはまあシングルスのちょっと下位の選手が使ってたりするコートです。こっちにも1、2、3、あと奥に2面があります。こんな感じで普通のお客さんもこう見れるスペース、練習を見れるスペースがあるので、意外とここは穴場スポットかもしれないです。こっちがあの会場です。昨日はハリケーンで夜会場がすごいことになったみたいですけど、今日はもう快晴で、ちょっと風は強いですけど、いい天気で試合日和なんじゃないでしょうか。
今日も相変わらず人が多いですね。ちょっとこの中歩くの怖い気もしますね。錦織選手にチケットをもらったんですが、すごいところに席で、あり席があります。こんな感じです。すごい、なんか写真撮ってます。はい、いかがでしたでしょうか。本当に久しぶりの観客フル動員ということで、とても活気のある大会でした。コートによっては座席が埋まりすぎて本当に立ち見が出るほどのコートもあったりと、すごく本当に賑わっている試合もありました。ただマスクをしていない人が結構多かったので、ちょっと外を歩くのは不安なところもありましたね。そして個人的にとてもやはり印象深かったのは錦織選手対ジョコビッチ選手の試合ですね。その試合は錦織選手にチケットを取ってもらって、本当にいい席で応援させてもらったんですけれども、錦織選手のすごくいいプレー、本当に感動した試合でした。まだまだ、コロナ禍ということで、海外渡航が不安な方がいらっしゃったり、ご都合が合わない方も多いと思いますが、コロナが落ち着いてきて海外に行けるようになったら、ぜひ皆さんもグランドスラムに足を運んでみてはいかがでしょうか。それでは今回もご視聴ありがとうございました。またご視聴よろしくお願いします。